スカ2、5日間の旅第1弾の動画はご覧いただけましたでしょうか。早州の瀬戸内、土佐別府クルーズ、女一人旅です。この動画では美味しい食事や楽しいイベントなどについてご案内できたらと思います。ディナーは5階にあるフォーシーズンでいただきます。今夜のドレスコードはカジュアル、そしてフランス料理のコースでした。2階制で席は自由席でした。一人旅の人は一人で楽しむのもよし、一人旅の人のテーブルで楽しむのもよしです。この日は初めてなので相席にしてもらいました。一人旅の方6人とご一緒して丸テーブルを囲みました。お隣の上品なおばあちゃまとお話が進みました。コース料理ですが、スープとメインは3種類の中からチョイスできます。私はスープはトマトのスパイシースープ、メインはシェフおすすめの黒毛和牛ロースのグリエを選択しました。前菜からデザートまでとても美味しくいただきました。食事後のロビーには生演奏のピアノが流れています。食事の後にアスカバルに行けばおつまみ系のメニューがずらりと並んでいます。お酒好きにはたまらないんでしょうね。名物のアスカモナカもありました。チョコレートなどスイーツも用意されています。今夜のエンターテイメントはイリュージョンマジックショーアナザーワールドです。動画でご紹介できないのが本当に残念ですが、大掛かりなマジックと歌とダンスを楽しめました。そしてマジシャンの方がダンスも踊ってマジックもして目力が強くてとっても素敵でした。こんなに大掛かりなマジックショーを間近で見るチャンスなんてなかなかないと思います。次はパームコートで楽しそうな演奏があります。アスカのエンターテインメントのスタッフさんたちが送るチュラウム海流です。沖縄発の懐かしのポップスが中心にいろんな音楽を演奏してくださいました。最後は沖縄の伝統的な踊りエイサーをみんなで踊ります。男踊りと女踊りがあるというのも初めて知りました。おはようございます。今日は2日目。まず朝は露天風呂を楽しみました。朝7時からやっているリドガーデンでインターナショナルビュッフェを楽しみます。洋食も和食も様々な料理が並んでいます。好きなだけ取って楽しみたいと思います。前回12月に乗船した時は自分で取り分けることができなかったのですが、今回は自分で取り分けます。ドレッシングの種類も豊富です。ヨーグルトにも様々なトッピングが用意されています。フルーツもたくさんあって美味しそうです。アスカの卵焼きおすすめです。今日のお味噌汁はアサリでした。ベジタブルカレーとおかゆです。
焼きたてのパンをいただきたかったので洋食メニューにしました。さまざまな種類の野菜をたっぷりいただけてヘルシーです。フルーツも好きなだけ。この後ヨーグルトとコーヒーもいただきました。ごちそうさまでした。アスカ2は高知に向かって進んでいきます。10時入港予定です。高知の街がだんだんと近づいてきます。前に見えてきた橋は桂浜に渡る浦戸大橋です。桂浜もはっきり見えてきました。音楽が聞こえてきます。高知の皆さんが歓迎の音楽を奏でて迎えてくださっています。大旗振りがすごくかっこいいです。大旗の向こうには高知県のゆるキャラ坂本龍馬くんが見えます。高知では6800円から1万2000円で3つの飛行地ツアーのコースが設定されていました。私は無料のシャトルバスを利用して桂浜に行く予定です。その前に腹ごしらえをします。少し早めのランチ、またこんなに食べちゃいました。桂浜観光の様子はまた別動画で配信する予定ですので、お楽しみにお待ちください。高知の観光を楽しんで戻ってきました。こちらのビスタラウンジでコーヒーをいただきたいと思います。加山雄三さんデザインのコーヒーカップでいただくコーヒーはまた格別です。湘南の海がデザインされています。烏帽子岩が見えますか。17時高知を出港します。高知の皆さんが楽しい音楽で私たちを見送ってくださいました。来てくれてありがとう、そしてまた来てくださいねという気持ちがこちらにもすごく伝わってきました。ありがとうございました。お互いに別れを惜しみながら手を振り合う、こういうクルーズの旅って本当にいいですね。そうこうしているうちにもうディナーの時間です。今日はどんなご馳走でしょうか。今夜は和食です。次々と手の込んだお料理が運ばれてきました。椎茸二宝月、栗、サンマ、秋を感じる献立です。ご飯の代わりに冷やし茶そばをいただくこともできます。白いご飯も用意されています。今日は一人で食べたのですが、スタッフのニルさんが優しく話しかけてきてくださったので楽しくお食事ができました。今日のエンターテイメントはカサブランカのコンサートです。4人の女性演奏家によるフルートと弦楽器のアンサンブル、華やかながらもゆったりとした音色に癒されました。9時からパームコートでクラシックギターのラウンジコンサートがあります。
クラシックギターならではの音楽からあらゆるジャンルの演奏を堪能できました。素敵な音色に癒されて夜は更けていきます。おやすみなさい。おはようございます。今日は3日目です。ジムに行ってストレッチと軽い運動をしてから朝食をいただきました。今日は和食テイストです。各デッキにあるラウンドリースペースです。無料で使えます。洗剤や柔軟剤も無料で使うことができます。アイロンなども完備されていました。長旅の時は特に便利ですね。今日の寄港地は大分県別府です。別府市の可愛いゆるキャラべっぴょんちゃんが迎えてくれてます。寄港地ツアーがいくつか用意されていますが、私はシャトルバスで地獄温泉巡りに行きたいと思います。その様子は次の動画でお楽しみください。楽しい別府での思い出を後に船は出港します。今夜もフォーシーズンで和食のコースをいただきます。初日に一緒になった奥様と偶然出会ったのでご一緒することにしました。一人でゆっくり、そしてスタッフの方とおしゃべりしながら食べるのも、他のお友達と一緒に食べるのも、どちらも楽しいものです。一人旅はそんなところが自由なので気軽ですね。今回はシングル料金がお得なクルーズだったので、一人旅の方もたくさんいらっしゃいました。松茸ご飯の代わりに稲庭うどんを選ぶこともできました。この大分名物の芋汁がとても美味しかったです。アイスクリームの下のごまポテトがとても美味しくて、おかわりしたくなっちゃうぐらいでした。今日も美味しいお料理、ごちそうさまでした。ギャラクシーラウンジでのアスカオーケストラのジャズ演奏を楽しんだ後、またちょっと甘いもの食べちゃいました。太っちゃいますね。おはようございます。4日目の朝です。今日はリドガーデンのお隣にあるリドカフェの方に行ってみます。こちらには海に向かった席があるので、一人旅の人にもいいと思います。今回初めて野菜カレーをチョイスしました。とても美味しかったです。海に向かって食べる朝食、なんて贅沢なんでしょう。今日は一日瀬戸内海をクルーズします。部屋に戻るともうバルコニーから瀬戸内海の島々が見えていました。今日は少しお天気が不安ですが、瀬戸内海の島々、そしてそこにかかる因島大橋、瀬戸大橋、明石海峡大橋、この橋をくぐるのも楽しみです。少し小雨が降ってきました。本当はプールサイドでいろいろな催し物やゲームなどがある予定だったんですが、中止とのことです。残念です。あのひょっこりひょうたん島のモデルと言われる、その名もその通り、ひょうたん島。ちょ
ちょっとかすんでるけど。最初にくぐるのは因島大橋です。上下2層構造になっていて、上を自動車、下は歩行者や自転車が通行できます。1983年に完成した当時は日本最長だったそうです。アスカの選手に位置するビスタラウンジでハーブティーをいただきます。今日のランチは瀬戸内海アスカスペシャル。瀬戸内海ならではの食材を使った料理が並ぶビュッフェ。広島県産ムール貝、岡山県産ヒルゼン大根、岡山県産千両ナス、広島県産極わさみかん、広島県産芸北高原りんご、山口県産長州鶏、広島県産六国豚、徳島県産阿波踊り、愛媛県産ひようぎ貝、瀬戸内産サザエ、もみじまんじゅうやポエムなどご当地のお菓子も並んでいます。小豆島のそうめんに瀬戸内のレモンを使ったおつゆ、今まで食べたおそうめんの中で一番おいしかったかもしれません。そしてこのしまなみレモネード、爽やかでのどごしがよくておいしかったです。私は父の仕事の都合で中学校高校と広島で過ごしました。懐かしさも相まって最高のランチをいただけました。今日は昼間に2回ラウンジコンサートがあります。クラシックギターが奏でる音色に皆さん聞き入っていらっしゃいました。瀬戸大橋が見えてきました。瀬戸大橋は世界一長い鉄道道路併用橋だそうです。ギネスブックにも登録されています。雨も止んできたので、皆さんデッキに出て写真を撮っていらっしゃいました。ちょうど電車が通っていて、撮影することができました。アスカでは手作り教室も開かれます。今回はヒノキの時計を作りました。アスカはゆったりと進みます。夕方になり日が傾き始めると青空も見えてきました。そうこうしていると、もうディナーの時間です。なんだか食べているばかりに見えると思いますが、本当によく、でも美味しくいただきました。もうお分かりの方もいらっしゃると思いますが、私はアルコールがいただけないので、今日はノンアルコールワインを頼みました。おしゃれな盛り付けでテンションが上がります。
3種類のスープの中から私はこの柿の冷たいスープを選んでみました。甘くてとっても美味しかったです。今夜も瀬戸内の食材を使ったお料理が振る舞われます。海の香りがふわっと広がるアクアパッツァです。今夜はスープ、メインコース、デザートは3種類のメニューから選ぶことができました。メインは黒毛和牛のロースト、デザートはイチジクのコンポートをチョイスしました。至福の時をありがとうございました。ごちそうさまでした。大満足です。そしてコック長さんと記念撮影までしていただけました。今日は5日間の旅、最後の夜です。ドレスコードもインフォーマルだったので、なんとなく華やかな雰囲気も漂っています。モンテカルロは本場の雰囲気を楽しめるカジノコーナーです。2回目のカサブランカのコンサートも楽しみました。フルート40奏、素敵な音色でした。最後の橋、明石海峡大橋です。全長3911メートル、現在世界で最も長い吊り橋です。夜景も綺麗に見えます。雲の合間から月が顔を覗かせてくれていました。最後の夜の露天風呂、ここからも月をめでることができました。おはようございます。最終日、下船日です。昨夜は神戸沖に停泊していました。タグボートが近づいてきています。今朝はフォーシーズンで和食の定食をいただきます。こうして朝から様々な種類のおかずでお食事できるのは幸せです。今回クルーズでの最後の食事、美味しくいただきました。スーツケースなどの荷物は7時までに扉の外に置いておけば運んでくださいます。下船までまだ時間があるので、7階のデッキを一周してみたいと思います。先ほどのタグボートでしょうか。これで半周しました。あと半周行きます。ウォーキングしていらっしゃる方も何人か見かけました。でも特別ウォーキングを意識しなくても広い船内、1日8000歩ぐらいは歩いていました。はい、到着しました。はい、一周終わりです。もう下船の時間になりました。今回の動画ではアスカの美味しいお料理、そして私なりの過ごし方をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。寄港地での様子はまた次の動画でお知らせしたいと思います。
いいねボタンや登録もよろしくお願いします。とっても励みになっています。またお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。